はい、こんにちは、こんばんは、タカです。今回の動画ではドル円以外の通貨について見ていきたいと思います。ドル円についてはもうすでに別の動画で出していますので、概要欄に貼っておきますので、そちらの方をご覧になってください。では早速、ユーロドルから見ていきたいと思います。こちらがユーロドル、日足に月足を重ねたチャートになります。まずはね、これ2、3年にわたって、ずっとね、下落トレンドが続いているのがわかるかと思います。下落トレンドが出ているということは、安値を更新し続けているということになりますけども。では現在の安値がどこになるのかというと、ここになるんですよね。1.09 の切れ板あたりになります。現在はそこを割り込んでいる形になります。このまま月足が下の方に確定すると、8ヶ月ぶりの安値更新という形になりますけども、今月まで半分残ってますんでね、この月足がどうなるかはまだわかりません。ここをね、しっかり追っかけていきたいと思います。過去ね、2、3ヶ月見ていくと、これ全部ね、1.09 を一時的には割ってるんですよね。2月もそう、3月もそう、4月もそうです。ただし、月足が確定するまでには戻って、この実体部分を割り込まない動きというのが続いている形になります。つまり、今まではこの 1.09 割れたところよりはしっかり買いが入ってる形になってるんで、今月ですね、また 1.09 割ってきてますけども、過去3回ね、同じことを繰り返してますんで、今月もね、月足が閉じるまでには大きな買いが入ってくるんじゃないかというのをね、警戒していかないといけなくなります。仮に買いが入らず、下の方に抜けてしまう形になると、月足レベルで安値の更新、こういった下落トレンドが再び動き出すという形になりますんで、下への流れというのはね、かなり警戒しないといけなくなります。はい、こちら、4時間足に週足を重ねています。現在ね、この辺りでレンジを作っていますけども、このレンジ、その前のこの陰線の中のハラミの動きでしかないんですよね。この陰線の高値も安値も抜けきれない動きの中でさらに小さなレンジを作っている形になります。さらに言ってしまえばこの陰線もその前回のこの陽線のハラミ、高値も安値も抜けていない形、もっと言えばね、この陽線もその前回のこの陰線、この陰線の高値安値を抜けていない形。トレンドが生まれるということは高値安値を抜けるような動きというのが継続して続くことになりますんでね、この動きというのは全く逆の動き、つまりね、完全なトレンドです。方向感のない動きが続いてしまっているということになります。現在はね、この一番小さな枠の中でごちゃごちゃしているわけですけどもね、仮にこの枠上に抜けてきたとしても、さらにこの大きな枠ですね、前回のこのハラミの部分の高値部分、このあたりまでの上昇はもちろん見込めますけども、じゃあその流れが大きな流れを生むのかというと、そこは難しいかと思います。所詮はね、この小さな枠を抜けただけで、このサイズのレンジ圏、ハラミの部分ですね、このハラミからは抜け出せてはいないので、普通はね、こういったレンジ圏上に抜けてくるとね、上昇波が生まれたりしますんで、優位性を持った再現性の高いトレードというのがね、しやすかったりもするんですけども、この状況ではここを抜けてきてもね、その後の上昇波が本当に続くのかどうかいまいちわからない部分もあります。所詮ね、ここレンジなんで、ここから下へもう一度落ちてくる可能性もね、まあ、可能性としては全然あるかと思いますんで、はっきり言ってしまえばね、方向感だけを見るんであれば、この辺りで推移しているうちはもう全然わからないんですよね。この枠の中で推移しているうちはどのような動きをしても全然不思議ではないし、2、3週前、この陽線で、直近高値これ抜けてますけども、この動き見てね、僕は上へのトレンド出てくるんじゃないかと、当時ね、そういった予想をしていたんですけども、結局その後を見てもね、値動きで見ると方向感のない動き、レンジの動きでしかない形になっていますんで、当時はこの翌週のこの急落に対してあたふたしてしまったわけですけども、あまり上の方の抜けをね、期待してしまっても同じようなこと繰り返してしまう可能性もね、全然あるかと思いますんで、少なくともこのハラミの部分の上限、まあ、ここを抜けていかない限りはね、ちょっと分かりづらい相場というのはね、続くんじゃないかなというふうに感じます。なので、まあ、ユーロドル、ロングでついていく場合には少しね、注意が必要かと思いますけども、これ問題はショートですね。この小さな枠を下に抜けてくると、直近の安値割れというだけの動きではなくて、こういった大きな枠で見ても、そこを割れるような形になってきますんで、すぐ下にはもう安値も見えていますんで、まあ、安値を試すような動きというのが出てきそうです。なので、ユーロドルはね、戻すような動きをしてくると、少しね、相場の方分からなくなってくるんですけども、この下に抜けてしまうと、大きなトレンドが出てくる可能性というのがね、出てきますんで、もちろん乗っていきたいんです。ただし、気になるのが2月、3月、4月と、続いている月足が、閉じるまでには 1.09 をサポートしているという、この3ヶ月ほど続く流れですね。もしかすると下の方に抜けた後に、急反転してこの 1.09 を回復してくるような動きというのもね、出てくるかもしれません。月足がずっとサポートされているこの 1.09 というのは、今見ているこの小さな持ち合いの中のど真ん中に走ってますんで、その気になれば、1日2日あればね、すぐに取り返せそうな、まあそういったレートになってきますんで、
毎度毎度続いている月末のユーロ買いというのはね、少し注意した方がいいかもしれません。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。ここの赤のラインというのは先ほど、小さな枠を囲っていた、この枠になってきますね。なのでこのサポートというのはね、週足レベルのサポートになってきますんでね、まあ、多少下の方に抜けたとしてもその辺はね、もう誤差の範囲かなと思います。それよりも意識したいのはこのサポートされそうな場所で、日足がレンジを作っているということで、レンジというのは方向感がないという意味でもありますけども、ブルとベアがぶつかっている、力が拮抗しているということでね、こういった動きをするということになりますんで、結構長い期間ね、このサポート部分でこの持ち合いというのが続いています。正直ね、上に抜けてもこの流れが継続するかどうかわからないです。ただしこれ下の方に抜けてくると、先ほどの上位足で見たね、直近の安値しかもうサポート下の方にありませんので、さらに言えばここは週足のサポートになってきますんでね、そういった大きな流れが下の方に向かう可能性というのはね、出てくるかと思いますんで、今この持ち合いというのはね、日足が持ち合いを作っていますんで、日足レベルで一度ね、下の方に抜けてきた場合はショートの方をしっかり追いかけていける環境というのがね、生まれてくるんじゃないかなというふうに思います。気をつけたいのは月末のユーロ買い。どれだけショートが有利な環境になったとしても、月末閉じるまでにはこの 1.09 を回復してくるかもしれないと、これだけは忘れずに、まあ、トレードの方をね、していかないといけないかなと思います。現状はこの日足レベルの持ち合いの中なので、トレードチャンスというのはね、もうかなり少ないかと思います。他にもやれそうな通貨はいっぱいありますんで、ユーロドルは日足が下の方に抜けてこない限りは、見送りの状況がまあ続くんではないかなと思います。あまり短期足で見てね、抜けを判断してしまうと、まあ、こういった動きに騙されてしまう可能性ありますんでね、こういったのはまあ注意したいところですね。はい、こちらポンドドル4時間足に週足を重ねています。ドル円を除けばね、今週一番見ていきたい通貨というのがこのポンドドルになってきます。もうパッと見ただけでね、言いたいこともわかるかと思いますけども、この持ち合い、週足でできたこの持ち合いというのはね、完全に下の方にブレイクしています。金曜日も完全に安値引き、特にニュースがなければね、下への流れが継続してね、来週も始まる可能性は高いんじゃないかなと。これ通貨がポンドですんでね、少し戻るような場面もあったりするかもしれませんけども、基本的にはね、もう完全にこれ週足が下にブレイクしてますので、どこかで売りを狙っていくような環境になってくるかと思います。ここに至るまでの流れもかなりしっかりしています。切り上げラインがここ綺麗に見えますけども、この上でダブルトップをしっかり作ってね、ネックラインを下に抜けてきている。高値を2度試してこの高値も切り下げという形で、頭の重さもしっかり確認しています。そしてこの環境が生まれた背景というのは、この下落トレンドが生まれて、そのプルバックですね、戻りが入った中で、戻り売りが入りそうなところでしっかり頭を抑えられて下落してきてますんで、この持ち合いの長さはね、少し気にはなっていましたけども、ここに至るまでの流れというのはね、かなり綺麗に出ていますんで、下への流れは結構綺麗に出てくるんじゃないかなと。最初の目標はこの上昇波の起点となったこの安値、まだかなり距離ありますんでね、一気に到達することはないかと思いますけども、週足レベルでしっかり下落トレンドを作りながら、2番底を試すような展開というのがね、今後予想されるんじゃないかなというふうに思います。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。先ほど見ていただいた斜めラインがここに走っています。この高値が先ほどのダブルトップの右のエマ、上値の重さを確認して下落トレンドが生まれてますけども、その過程で一度この切り上げラインにしっかり反応して持ち合いを作っています。かなりね、下落スピード速いので、どこかで調整の戻りというのはね、やっぱり見ていかないといけなくなってきますけども、現在この日足で見て下落トレンドが継続していますので、まず見ていくのは安値を更新していくかどうか。先週金曜日はね、もう完全な安値で引けていますので、月曜日ね、まずはこの安値を割ってくるのかどうかですね。反転する際はその前日の高値をね、抜いてきたりしますので、まあそういった動きが出ない限りはこの下落トレンドにまあしっかり乗っていくと。この日足レベルの下落がね、少し収まりそうになった場合は、反転の調整の上昇、この動きは少しね、警戒しないといけないかなと思います。基本的には戻ればどこかで売りです。明らかにこの切り上げラインというのは意識されてますんで、この切り上げラインの裏側、こういったところを試す動きというのはね、よく相場の動きとしてありますんで、細かいところを見ていくとね、こういったところもね、下に抜けた後にね、一度試してるんですけども、もう少し引いた波で、この日足レベルのプルバック、そういったのが入った際に、こういったところを試す動きというのがね、出てくるんじゃないかなというふうにも思いますんで、あまりね、ショートで下の方に突っ込んでしまうとね、反転してきた際にこの上昇に巻き込まれる可能性あるかと思いますんでね、まあその部分は少し注意したいかなと思います。余裕があればこういった調整の上昇にね、乗っかっていきたいなというふうにも思いますけども、まあ基本的には、調整波というのは捨てて、本流ですね、下落トレンドが生まれるんであれば、下落トレンドにしっかり乗っかっていくようにね、相場の方を見ていくのが正しい形かなというふうにも思います。
日足レベルの戻り高値、この 1.24 あたり、ここを日足で抜けていかない限りは、どこかで戻り売りを狙っていく。ポンドドルはね、しばらく戻り売りをね、頑張って狙っていきたいかなというふうに思います。こちらポンド円4時間足に週足を重ねています。ポンドドルと同じ流れで、この持ち合いを週足が下の方に抜けてきています。すぐ下には週足部分の実体の安値がありますんで、このあたりはサポートの候補となりそうな場所なので、ポンドドルに比べると少しショートの余地は少ないのかなというふうにも思います。まあ、抜けてしまえばね、走る可能性もありますけども、気になるのがこれポンド円になりますんで、ポンドドルとドル円の合成通貨になってきます。ポンドドルは先ほど話をした通り、完全に目線はね、下の方に置いていますけども、問題はドル円なんですけども、今のところ僕はドル円ね、強いと判断してますんで、上昇の流れが出やすいんじゃないかなと。この流れが継続することになると、ドル円は上、ポンドドルは下ということで、綱引きが起こってしまうことになりますんで、ポンドドルがもし下げたとしても、ポンド円はね、値動きが停滞する可能性っていうのもね、出てくるかもしれません。チャートで見てもね、このあたりはサポートされそうな場所になってきますんで、ポンドのショートという面で見るんであれば、ポンド円よりもポンドドルの方が、よりね、可能性はあるんじゃないかなというふうにも思います。僕自身ポンドのショートというのはかなり注目していますけども、基本的にはポンドドルのショートというのをね、やっぱりメインに考えていこうかなというふうに思っています。はい、変わりましてこちら5ドルドル4時間足に週足を重ねています。王子ドルね、高値圏でしっかり持ち合いを作って、ここね、上にブレイクしたと思ったんですけども、先週はそのブレイクを完全に打ち消すような形になっています。これだけを見ればね、まだ上の可能性も全然あるかと思うんですけども、僕がブレイクと判断したこの週足の実体部分、これに関しては先週の週足で完全に潰された形になってるんですけども、さらに言えばね、この高値の部分が、このブレイクに関しては抜けていないんですよね。そんな状況の中で、この実体部分も先週のこの足で打ち消されたとなると、明らかにこの上というのは少し重い状況が見えてきたのかなというふうに感じてしまいます。前回の流れを見ると、この高値からの下落、現在はプルバックが入って上昇の過程ですけども、この下落の起点となったこの高値、戻り高値をまだ抜けていないので、一旦上値の重さが確認されてしまうと、こういった下落の戻り売りがね、入ってくるような形っていうのが出やすくなってくるんじゃないかなというふうにね、まあ、この動きを見るとどうしても感じてしまいます。直近ね、まだ安値割れてないので、目線はね、上なんですけども、多少リスクを取るんであればね、この高値をバックにショートを狙っていくというのもね、面白い戦略になってくるのかもしれませんね。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。高値を2度試した山というのがね、ここに2つ見えています。山が2つ見えると、ネックラインがね、うっすらここに見えてきます。現状はまだこのネックを割れていないので、この上昇波の起点となったね、この安値を割っていないという形なので、もちろんね、買い目線でいるというのもね、相場の見方としては正しいかと思うんですけども、先ほどの上位足の背景であったりとか、あとはこの高値の部分ですね、この高値も切り下げてるんですよね。この上昇波が高値を抜けなかった、このあたりがね、まあ、天井圏として意識されてくるんじゃないかなと。細かく日足を見ていくと、この下髭陽線、この貝というのは、当然ね、このネックラインを意識した貝が入ったというふうにね、見ることができるかと思うんですけども、金曜日はね、その貝をしっかり潰した形になっていますんで、慎重に行くんであればね、このネックラインを割れた後の、まあ、プルバックとかを待ってね、ショートを狙っていくのがセオリーになってくるかと思いますけども、先ほどね、上位足でもここをバックにショートを狙ったら面白いかなという話しましたけども、この細かい足で見ていっても、この十字線、この陽線ですね、ここの高値をバックに、ショートを狙っていくというのもね、面白いかもしれません。サポートが意識されそうなところで買いがしっかり入ったんですけども、その買いが続かずすぐにね、潰された形、かなりね、売りが強いというふうにも見ることできるかと思いますんで、ネックを割れる前なんでね、多少リスクはありますけども、こういった下落をね、狙っていくのは面白いかなというふうにも思います。注目しているポンドドルはね、下落の形というのがしっかり出てきてますんでね、まあ一番の注目という形で見ていますけども、この5ドルドル、これはね、まだ下落の形が生まれる寸前なんですね。ちょっと前の段階なんで、当然リスクはあります。ここサポートされて上への流れが出る可能性ももちろんありますんで、そういった意味ではまだ売りの状況が整っているとは言えないんですけども、ショートをするには面白い形、背景も整ってきているということで、ポンドドルとは別の意味でね、少し面白い状況かなというふうにも思います。ユーロドルがね、かなり難しい形ですんでね、この5ドルドル、これもね、しっかり見ていこうかなというふうに思います。
はい、こちら5ドル円、4時間足に週足を重ねています。こちらもね、プルバックが入った中でずーっとね、高値圏での持ち合い。オジドルと違うのはこの下落の波のプルバックが弱いことをですね、これはまあドル円が弱いがために、クロス通貨のこの5ドル円が、そこまで反発しない状況がね、今のところ出ているということになっているかと思います。この5ドル円に関しては僕は上の方への流れが出た時はね、少し面白いんじゃないかなというふうに思っています。というのもね、今のところドル円は上の方への流れというのを想定していますので、5ドルドルが上への流れが出ると、ドル円が上、5ドルドルも上ということで、クロス通貨の5ドル円というのはね、かなり強い上昇が生まれてくるんじゃないかなと。ただしね、先ほど見たように、5ドルドルに関してはね、まだ買い優勢です。買い優勢なんですけども、少しね、ショートの方が面白いかなというふうに僕の中で思ってますんでね。もし5ドルドルが落ちてしまうとね、ドル円上、5ドルドルが下ということで、まあ、綱引きが起こってしまいますんで、値動きが停滞する可能性というのが出てきてしまいます。先ほど見ていただいた5ドルドル、あの流れがまだ強い、継続すると考えるんであればね、この5ドル円のロングというのも選択肢に入ってくるかなとは思います。逆に5ドルのショートをね、見ていこうかなと考えるんであれば、5ドルドルの方がね、ショートとしては面白い通貨になってくるんじゃないかなというふうに考えています。はい、変わりまして、こちらニューヨークダウの CFD、1時間足に冷やしを重ねています。先週のダウ、僕はね、この陰線がもう大注目でした。直近安値がね、ここに走っていますんで、ずっとね、僕はこの上昇波を見ていました。こういった上昇ですね。この N を見ていたので、ここの押し安値を割ってくるとね、少し雰囲気変わってくるかなと。直前のこの高値というのは、この高値を抜けきれていないので、こういった下落がね、生まれる可能性というのがあったんですよね。木曜日金曜日とね、買いが入ってこのサポートを回復していますけども、じゃあこの動きを見てね、ブレイクと判断するのかどうか。そこでね、この重ねてる足を週足ね、重ねて見ていただきたいと思います。はい、こちらがね、週足を重ねたチャートになるんですけども、こうやって見ていただくと、週足がね、ここ明らかにサポートされているのがわかるかと思います。今週のこの週足も陰線にはなっていますけども、サポート割れているわけではありません。はい、日足に戻しますけどもね、日足は下の方にね、一度ブレイクしています。ブレイクしていますけども、木金のこの上昇、買いを見るとね、ここをブレイクと判断するのは少し早いかなと。こういったね、上昇波を僕は期待していましたけども、このサポート部分で、しっかりね、ダブルボトムなり、もしかしたらね、もう一度ぐらい試すかもわからないですけども、トリプルボトムとか、こういった安値を試して、大きな流れでね、こういった上昇が生まれてくるんじゃないかなと。この水曜日の陰線というのはね、それだけ僕の中ではかなり大きな出来事だったんですけども、毎日のね、動画でも、この株に関しては僕はもうかなり強気で、相場の方を見ていました。見ていましたけども、この陰線が出た後というのはね、相場の方かなりちょっと難しいんじゃないかなと。この陰線というのはね、かなりポイントになってくるんじゃないかなというふうに思ったんですけども、結果ね、木金と、打ち消してきたことで、週足はしっかりサポートされたというふうなことも考えてもね、引き続き、株に関しては、超強気で見ていってもいいんじゃないかなと。今回ね、日足が崩れそうになったのを週足がね、サポートした形になっていますんで、株が崩れるかどうかを見ていく際には、週足をね、見ていくのがいいんじゃないかなと。今このピンクのラインが週足がしっかりサポートされているライン、23,500 あたりになるんですけども、ここを週足が実体で割ってこない限り、週足の終値ですね、週足の終値が 25,000 を割ってこない限りは、超強気で相場の方を見ていけばいいんじゃないかなというふうに今は思っています。はい、こちら日経平均の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。ダウが水曜日にね、怪しい形になったので、この日経平均もね、これ高値更新してますんで、ダウを考えなければね、日経平均はもうかなり強い形で相場の方を見れていたんですけども、この先どうかなというふうにも思いましたけどもね、ダウがしっかり支えられたということでね、この日経平均も引き続き、この強い形を信じて、買いを狙っていくような相場なんじゃないかなというふうに思います。直近で言えば二つ目の山の高値圏でね、今推移してますんで、ここ下に抜けてくればね、二つ目の山を作るような動きになってくるかもしれません。ただね、かなりサポートも強そうなので、ここ上に抜けてくるような形というのもね、あるかもしれませんね。こういった上昇波ですね。こういう上昇波が生まれてくる可能性というのも全然あるかと思います。少しですけどもね、これ高値も更新してますので、押し安値はここになってきます。目線が切り替わるのはここを終わるまで。ダウは背景に考えても、日経単独で見ても、株はね、しばらく強い展開が続きそうな感じはします。はい、というわけで、今週注目通貨はポンドドル。
長い持ち合いをついに下に抜けてきてますんで、今週ね、この流れが継続するのかどうかですね、そこを見ていきたいと思います。あとはこのオージードル、まだ反転の形はできていませんけどもね、下の方へ行くような、そういった雰囲気出てきてますんで、多少リスクを取るんであればね、この流れを狙ってみるのも面白いかと思います。残りね、ドル円に関してはね、概要欄の方に貼ってあります動画になりますので、そちらをご覧になってください。それでは今週も頑張っていきましょう。